スケールボール。さあ、またぐねーターンを。まあ、でも先行だな。オッケー。なんだこれ。カードによって相手はハンドが何か特殊化するカードを入れるっていう。ライザーセブット。オッケー。で、レール中1との効果。オッケー。モンスターが存在しない場合にピードの効果を特殊化。オッケー。で、総合の稼ぎ。サーチ。高い。サーチ。モンスターだっけ？カードなら何でもか。高いカードだね。やべえ、トラップとかもいけるんだ。破壊装局とか。アルファをサーチ。アドソンのカードを考えるたびに挟み撃ちさんのこと考えればね、ここが救われる。あれ3-1効果な。セーフと、このカードのトーバーとフィールドの最小で。全部破壊。大将に取るんだっけ、あれ。大将に取るよ。OK、アルファ特殊化。セット状態で破壊された火星の効果。あれカード名1じゃなかった違うか。だって使ったの1の効果。1はそれぞれ。あ、1の効果だ。普通に1の効果使っただけやから。なんかでもさ、同じカード複数引いてもさ。OK です。ラッキーア。で、ラッキーア起動効果対象アルファ。ライザーちゃうんか。デュエル中の効果使って我々に出てきたライザーだったもんね。まあね、エクストラデッキの表でいることは、ね、大事だからね。これはあるじゃん。リンク素材にすりゃいいんだよな。なんかここまでの動き見て思ったんだけどさ、同じカード、同じカード、あ、でもね、ラギアか。ラギア強いんだけど、嫌なんだけど。単純に嫌がるな。単純に嫌がるな。もう使わせるしかねえんだよな、マジで。我こいつ嫌い。なんでこの盤面だ。すぎょ。くぅードローもらいます。カーテンを破壊して出てくるんだ。違う。ご愁傷様です。いや、面白い手札ですね。動けないことはね、こうなったらもう捨てるカードこれしかねえんだよ。そうだよな。ハンド切って、幻想ちゃん特徴だ。お師匠様。成功時。ブラマジサーチ。ブラマジを破壊してブラマジサーチ。やーば。一番下にいたの。サンドイッチだよ。ブラックマちゃんのサンドイッチ。やだわ。やだわ。上と下にいるが。やだな。後ろから刺されるとか、誰か時を見ておくと見ねえから。シャドルファルコンを通常召喚。さあ、8シンクロ。これはもう使わざるを得ません。じゃあ、特殊召喚されたモンスターを対象に。しょうがない、打たせるためだから。それでも辛いけどな。でもファルコン通常召喚でプレッシャーがかけられるのはいいところだよね。さっきの竜騎士見てるからって話があるけど、これ何、竜騎士見てなかったら8って警戒。そう、多分通ってたと思う。竜騎士強えよ。竜騎士強えよ。これから汎用橋にビビんなきゃいけない。ウドラ自分がなければファルコン送って魂の2ドロー。効果によって送られたファルコンは自身のセット。変わんねえよ。24もあるぜ。24もあるぜ。あいつ3000だよ。よし、パーッとやるか。攻撃力はもっとあるでしょ。パーッとやるか。黒魔術のベールを1000払って発動した。手札墓地から闇魔法創生。攻撃は勝ってる。絶妙に2、5、8。おら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 。あれ、ブラマジビートになってね。エクシス。欲張りセットは黒いカードさえもエクストラに入れるってわけ。幻想の黒魔術の効果。抜いて、できたら、通常闇魔法、リクルート。
エグゾディアパーツとかもリクルートできるけど入ってんの？入ってないですやべ、もうブラマジビートだ素材にアストログラフがないそれな さすがにそれは死に残しちゃってバトルフェイス、ブラックマジシャンでアルバに攻撃宣言時、はい、原則のプロマジシャン効果でバニラ闇魔法が殴るときにフィールドのカード1枚を対象として除外する。わーいこれが一番怖いわなでも吸えるっちゃ吸える。あ、待って待って、逆に、あ、じゃああいつは突破できないもんな。あいつ突破できない。こいつ破壊してサルベージされたくないなと思ったけど、マガタもそもそも突破できない問題が発生してるからこれやんないとダメで、そのまま攻撃が通れば100ダメージで、破壊された時のアルバの効果、悪魔をされる。体で動けるのはアルバ、体で動けるのはアルバ。まあ、さすがにアルバか。で、幻想のクロマド出撃2500、メイン2から立ち上ベール2枚入ってこれじゃまあ、相手の盤面がなくなったと思います。ドローロスタンバイメイン、オッケー。ドローに救われたというべきか。なにセット、オッケー。あれ、発砲か、対象割って。ということは特殊衝動が割られたらリクルートだ強いリクルートだトップっぽいんだよな、あの言動がすっとな、まあ、さっきと同じ動きでいいかな。 OK です。ラッキーラッキーとかあるか。ぶっ壊す HK をぶっ壊すことにより、マガタマが NH が動かすかもしれない。じゃあ、マガタマ効果でいいな。マガタマって、別に誰でも吸えるの？モンスターは。マガタマは、モテ表示モンスター。クロマ同士を対象？対象。なぁ。サウラビスを捨てて無効にするが破壊はできないんだよな会話できねえんだよな。サウラビスはそう、自分フィールドモンスターが対象に取られた時にこれをハンドからすることで無効にするっていう方法ですね。まあ手札のやつです。本来はアーデクで手札に加わるカードだけど、今回はスリキだぜ。対話値通常 OK、 会話含む3枚であれば、アルバか、しょうがねえな、これはもうな。防ぎ、防ぎ。もうサウラビス、手札に戻ってきてくれ。で、今度こそ、進める。モテ表示モンスターを対象として。うわー、やられたこいつはねこっちもリソース吐き切る。だから、いいか。このままバトルフェイス、ライボーでプラマジを。試していいですか？その一枚があれか。その通りだ！ 2000パンプ！ってことは1500ダメージかな。そうですね。当たらなければな。破壊だけじゃダメだな。んだだ私のターン。しかし私も手札はゼロ寝てるのはシャドウのパルコ。2回殴られるだけで死ぬから、これモンスターならワンチャンこのターンでおしまい。ドローどれ、それはどうする。いやいやいや、打った方が強いよねこれはね。強いと思う。とりあえず反転召喚、うん、で殴りに行くしかないな。いや効果は他のシャドウとかいないんで。いれば強いバルベイ600、かわいい25
あ、鉄壁入ったわ。メイン2シャドルフュージョン、引いたカードはシャドルフュージョンだ。シャドルプラス闇、やばい。エルシャドールミドラッシュ、特殊召喚が一度になってしまう。効果によって墓地を送ったファルコンは使用再セット、短縮量だ。このデッキに1枚から弱点できるカードはない。いや、だから2回以上特殊召喚しないと破壊回らないからもう無理じゃないっていう。破壊はそもそも無理だもん。あとは魔界劇だ。ああ、そうか。そう、あのさ、例えばよく考えたらあのデッキラディアンとか入ってるから普通にリリースされる可能性あったわ。そう、そう俺はでもさ、リリースしたラディアンにそれ殺される。確かに、まあ確かに。あーやべえ。引いちゃったよ。そんなことある？あるみたいっすわ。というわけで、そんなお前やめろ、俺のミドラッシュ、お前邪魔じゃん。変なのになったけど、墓地遅れた時よりシャドル魔法のお返しすることができる。永遠とまたミドラッシュが出てくるの。リアンがネットに返されるさあ、ラチョルタドロー。そっか、シャドルフュージョンでまたまあミドラッシュはさすがにもう入ってねえだろう。ミドラッシュをベルトで蘇生して、ミドラージュとシャドルファルコンでミドラージュか。いや、ファルコンでなくても死なんから。で、俺引いたの、ま、ラディアンじゃないので。ここは普通にラディアンとシンクロするわ。あ、そっか、シンクロ。レベル9。レベル9。ドラコンバーミリオンか。ドラコンバーミリオン。確かこいつは除外で破壊。カードなら何でも。うん。うん、自分のカード1枚対象として破壊する。あれ、チューナーは待て待て待て、チューナーいるじゃん。あ、そ、シャドルファルコン変に破壊して大丈夫か。変に破壊したことにより負けず嫌だな、ちょっと迷うわ。大丈夫だ、そうだそうだった、相方通常モンスターじゃなくてダメなんだった。まあ、どの道変わんねえわ。変わんねえな。次のターンはミドラッシュが起き上がるんで、ほぼほぼという感じだ。うん、どの道だ。どの道だ。私のターン、ドロー。おーい、おせえんだに来るのが。反転召喚、バードルフェイス、バードラッコンパミリオンでパンチ。返された時に手札にパレールだった。危ねえ、リクルートじゃなかった。ここでリクルートだったな。リクルーターってやばかったぜ。とどめだ。ミドラッシュでアタック。エピダム増やしてえな。いや、今回は俺の手札良すぎたわ。うん、